真夜中の訪問客は、マグダレンラブチョによるイタリアを舞台にした警察小説である。カラビニエリのグアルナッチャ順位を主人公とするシリーズの第一作目である。12月の霧の立ち込めるフィレンツェの早朝、カラビニエリの文書にグアルナッチャ順位宛てに順位の知り合いだという掃除婦から容量を得ない電話がかかってきた。グアルナッチャがインフルエンザに罹患して寝ていたため、 見習い士官のバッチ憲兵が出動したところ、掃除婦が働くアパートメントの住人で、イギリス人のエーラングレースマイスが自室で射殺死体となって発見された。ラングレースマイスは5年前にローマの大使館を退職した後、引退してフィレンツェに住み、投資活動を行いながら、比較的つましい生活をしていたが、部屋からは扉が開けられたままの金庫内に、 各国通貨で50万ポンド余りの現金と、イタリアで管轄省庁の許可なく売買、移動してはならないとされる歴史的文化財が発見された。ロンドンのスコットランドヤードから、ローストフト主任警部とジェフリーズ警部が派遣されてきて、捜査に加わり、ラングレース・マイスは、近隣との付き合いがないばかりでなく、フィレンツェの英国人社会の中からも孤立した存在であったことが分かった。 フィレンチェにあるカラビニエリの主官学校、ありがとうございます。